皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回も新規初投稿、茅ヶ崎市の会計さんからですね、アコギ用のボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。マイページも公開いただいておりまして、ヤマハのエレアコ、こちらで引かれているようなんですが、ピックアップをね、2種類使われているということで、イコライザーをねそれぞれいじっているということなんですが、その肝になるのがボスの最新のグライコ EQ200 ですね。こちらベースまでねカバーできるぐらいのね帯域なんですけれども、なんといっても127ものユーザーメモリを保存することができるということでですね、これはエフェボおじさんも欲しいですね、操作方法が簡単ならということで、ピックアップそれぞれに対してですね、2種類に対してイコライザーを変えているということ でその後にですね、コンプレッサーにズームのマルチにオクターバーもあり、さらにルーパーまでついているということでですね、操作方法、どんな音がしているのかも含めてですね、なんかこう動画で、なんかボード解説みたいなね、していただけたらありがたいなというふうに思いました。とってもね、興味深いボードでございます。でマイページの方公開いただいていると言いましたけども、YouTube の方、ご自身でね YouTube チャンネル開設されているということと、それから東雲合奏団という、バンドでね、ギター弾かれているようですので、サウンド気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともねチャンネル登録してご覧になっていただきたいと思います。会計さん、この度は投稿誠にありがとうございます。フェボーニューステッカー、到着まで今しばらくお待ちいただきたいと思います。貴重なボード投稿誠にありがとうございました。